島畑島畑は、水田の中に設けられた畑地。戦場地や、断球、自然堤防などの備工地で水田を開墾する際に、洞水できる高さまで土地を掘り下げた際に出る残土を、水田の中に積み上げたもので、畑として利用された。宿り木畑などと呼んだ地域もあったという。かつて、鏡幹事は、上理性に基づく7世紀頃を起源とする説を、立てたが、 あとに、金田秋広が13世紀頃に始まったという説を唱え、現在では金田説が主流である。ネギが作付けされている、かつては全国各地に存在しており、日本の農村風景としては普遍的なものであったと、される。1884年の愛知県の地籍図を調査した例では、県内907村のうち585村に島畑が確認され、 その総数は5万4000数えた。また、この調査では、沿岸近くの神殿に多くの島畑があったことも判明しており、神殿の開発において、水田と島畑をセットにして計画的に作られたことが伺える。地石図などから読み取れる形状としては、水田の中に島状に設けられて、周辺とは、あぜ道状の通路によって結ばれたもの。 境界の一部があぜ道に接しているもの、他と畑の区別がはっきりしないものがあり、水田と島畑の区画がほぼ同規模、同形状の例も少なくない。場所によっては、比較的に高い土地には島畑と水田を、中ほどに位置する土地には水田を作り、低地には掘っが作られた。地震などで周囲の地盤が沈下して排水が困難になるなどした場合には、 土地をかさ上げするのにもその土砂が使われたといい、1891年の農美地震の際にも島畑を崩して水田のかさ上げをした例がある。なお、ボーリング調査などによって、島畑の一部では中世から現在にかけて掘り下げ積み上げが幾度となく繰り返されてきたことがわかっている。作付けされたものとしては、綿花や福は、一軸などがあるが時代によって変化が激しい。 第二次世界大戦の最中には、サツマイモなどが作られたが、戦後の食糧難の時代には島畑を取り崩して、すべて水田にした例もあるという。雑草が茂る島畑戦後の高地整理や、補助整備、土地の転用により島畑は、急速に失われている。ある程度の規模を保って残る場所としては、愛知県一宮市や京都府城陽市があるが、2011年現在では、 島畑部分について作付けされず、水田のみ利用されたり、長期間の放棄で雑木林と化した島畑も散見される状態にある。ありがとうございます。